ムアンマル・アル・カザーフィーは、リビアの軍人、革命家、政治家で、大リビアアラブ社会主義人民ジャマー・ヒリーヤ国の元首。称号は、大リビアアラブ社会主義人民ジャマー・ヒリーヤ国の、最高指導者及び革命指導者、敬愛なる指導者。1969年のリビア革命によって、政権を獲得後、2011年に至るまで長期に、 渡り、独裁政権を維持したが、2011年、リビア内戦によって政権は崩壊、自身も、ハンカザーフィ派部隊によって殺害された。日本では一般に、カダフィ大佐という呼称で知られている。1993年から2009年まで1、リビアディナール紙幣や50ディナール紙幣に肖像が、使用されていた。カッザーフィーの名称は、世界各国で実に、 多様な綴りで表される。アラビア語リビア方言での一般的な発音に従うならばガッダーフィであり、アルジャジーラ等ではこの表記を採用している。カッザーフィ自身は1986年にアメリカの学校に宛てた書簡ではエル・ゲダーフィと署名している。しかし彼の公式ウェブサイトの各言語版ではエル・ギャザフィ、エー・エル・ギャザフィなど 複数の表記が見られる。国際連合安全保障理事会では、カダフィ、ムアンマルムハンマドアブミニアールメで、本人特定をしている。日本では、カダフィ大佐という呼び名が、一般的である。特に新聞などのメディア報道では、カダフィ大佐という呼称がされている。秋人天皇とカッザーフィが、刑事等で、祝電、東電を送り合う場合、日本語では、 リビア国革命指導者、カダフィ閣下と表記され、彼自身の公式ウェブサイト、日本語版でも継承は、閣下である。日本の新聞報道では、1969年から1977年までは、カダフィ革命評議会議長、1977年から1979年までは、カダフィ全国人民会議書記長、1979年に、 一切の公職を退いてからは、カダフィ元首カダフィ国家元首リビアの国家元首カダフィ前書記長などと表記されていた。しかしリビアは公式には、直接民主制を標榜しているために、政府や国家元首は存在しないことになっている。このためか、1985年あたりからは、リビアの最高指導者、カダフィ大佐と表記されるようになった。 読売新聞は、2011年リビア騒乱以降、彼本人が、もう軍人でも、大佐でもないと言っているとして、それまで使用してきた、リビアの最高指導者、カダフィ大佐の表記をやめ、リビアの最高指導者カダフィ氏と表記している。カッザーフィが、大佐と呼ばれている理由については、諸説がある。いずれの説でも、カッザーフィが敬愛するエジプトのガマール・アブドゥルナーセル。 大統領が陸軍大佐であったから、それに習ったという点は一致している。なお、リビアの事実上の国家元首が、軍の中堅幹部階級である、大佐であることに違和感を覚える向きも多いが、リビアは、建前上は国家元首の概念そのものを否定しているのであり、リビアの国家元首を表す称号が大佐だというわけではない。当然ながら、リビア軍には、 大佐より、上の階級も存在し、軍の司令官であり、主官学校時代以来のカッザーフィーの友人である、アブーバクルユーニス・ジャーベルは順庄である。1942年、カッザーフィーは、リビアの砂漠地帯に住むベドウィンの子として、スルトで生まれた。ムスリムの学校で、初等教育を受ける。 第一次中東戦争の影響を受け、エジプト自由商工団の中心人物であるガマール、アブドゥルナーセルのエジプト革命に魅せられ、アラブの統一による西洋、特にキリスト教権への対抗を志す。1956年のスエズ危機では、反イスラエル運動に参加する。ミスラタで中東学校を卒業、歴史に特に興味を示した。1961年に、 ベンガジの陸軍士官学校に進んだ。在学中から仲間たちとサヌーシー長桶打倒を計画し、自由商工団の組織を始める。1965年に卒業すると、イギリス留学に派遣され、1年後に帰国して、通信隊の商工となる。ただし、イギリスに留学経験がある者の,の英語は苦手のようで、 1986年4月に米軍がトリポリを空爆し、米英、リビア関係が極度に緊迫した時期、アメリカのある小学校の生徒たちがカッザーフィーに世界平和を求める手紙を書いて送ったところ、カッザーフィーは全員に英語で返事を書いたが、文法や綴りが間違いだらけだったという逸話がある。 2007年8月の朝日新聞国際面の特集でも、カダフィ大佐は外国要人と会談する際に最近、英語も上達してきたようだとの特派員の記述がある。1969年9月1日、カッザーフィーは同志の将校たちと共に、首都トリポリでクーデターを起こし、政権を掌握した。病気療養のためにトルコに滞在中であった。 国王イドリース一世は、廃位されて王政は崩壊。カッザーフィー率いる新政権は、共和制を宣言して、国王をリビアアラブ共和国とした。同年11月に交付された暫定憲法により、カッザーフィーを議長とする革命指導評議会が共和国の最高政治機関となることが宣言された。カッザーフィーは1973年より、 文化革命をはじめ、イスラームとアラブ民族主義と社会主義とを融合した、彼独特のジャマーヒリーアという国家体制の建設を推進していった。翌年には政治理論の研究に専念するためとして革命表議会議長職権限をナンバー2のジャルード少佐に移乗した。1976年には、毛沢東頭五六に習い、自身の思想をまとめた。 緑の書という題名の本を出版した。緑とは、イスラームのシンボルカラーで、社会主義の赤に対して、イスラム社会主義を象徴する。そして1977年、カッザーフィーは、人民主権確立宣言を行い、ジャマーヒリアを正式に国家の指導理念として、導入した。これにより、国語も、社会主義リビアアラブジャマーヒリア国に改められた。 ジャマーヒリーア体制のもと、国権の最高機関として、全国人民会議が設置され、カッザーフィーが初代全国人民会議書記長に就任した。その後カッザーフィーは1979年に全国人民会議書記長を辞任して、一切の公職を退いたが、革命指導者の称号の下、実質上の元首として、リビアを指導した。カッザーフィーは、 ナーセルの反アラブ主義の後継者として1972年には、エジプトのアン・ワル・ア、イコール・サー、シリアのハーフィズ・アル・アサドと組んで反アラブ主義3、カ国による、アラブ共和国連邦を構想したが、本格的な統合を見ないまま5年後に解消している。1970年代は、カッザーフィーの反アラブ思想に振り回された、エジプトのサーダート大統領からは、頭のてっぺんから、 足の爪の先まで狂っている男と評されており、中華人民共和国にアブデルサラム・ジャルード首相を派遣して核兵器の購入を申し出て中国政府を驚愕させたこともあった。後にリビアが IAEA の査察を受け入れた際に、 中国製の核爆弾設計図が報告されるもこれはパキスタンから流入したものとされる。2008年4月、プーチンとカッザーフィーカッザーフィーはパレスチナ解放機構の有力かつ公然の支持者であった。そのため1979年にサーダーと大統領がイスラエルと和平したエジプトとの関係を決定的に悪化させた。また、 資金援助などを通じて、西アフリカを中心に影響力を維持していたほか、地域機関であるサヘルサハラ諸国共同体を創設し、アフリカにおける影響力拡大の足場としていた。当時のカッザーフィーの欧米諸国との関係は常に対立的でアラブ最強公派と目されていた。 1984年の中エリビア大使館員によるハンリビアでも警備をしていた英国警官射殺事件、1985年のローマ空港、ウィーン空港同時テロ事件、1986年の西ベルリンディスコ爆破事件など、テロ支援の問題から欧米との関係は悪化の一途をたどり、1970年代と1980年代の 欧米やイスラエルに対する過激派のテロを支援した疑惑が持たれていた。それに対し、アメリカはカッザーフィーの居宅を狙って空爆する強行手段を取り、カッザーフィーを暗殺しようとした。カッザーフィーは外出しており危うく、難を逃れた。1988年の死者270人を出した。 パンナムキ爆破事件は、リビアの諜報機関員が仕掛けたテロであるとされるが、カッザーフィーは、容疑者の引き渡しを拒否し、国連制裁を受ける。そのためリビアは、当時のアメリカのロナルド・レーガン政権から、テロリスト、強権として、名指しの批判を受け、以後アメリカとの対立は続いた。この経験から、以降は住む場所を頻繁に変えていたという。 また、この空爆の直前、作戦に反対だったイタリア政府から極秘に空爆を、通告されていたことが後日判明した。反アラブ主義に対する評価は様々であるが、栗本慎一郎と一部保守派の中にも死後に、カダフィーの内政やテロ支援での独裁政治はともかく、石油の関税自主権を国際石油資本から取り戻し、国民にも一定の繁栄をもたらした。 と評価する声もある。2006年アメリカによる経済制裁を受けて以降、カッザーフィーの態度には変化が訪れる。1988年3月3日にカッザーフィーはトリポリにある刑務所の壁を自らブルドーザーを運転して破壊、囚人400人を御社により解放するパフォーマンスを行った。 こうしたポピュリズム的な派手なパフォーマンスで国民から支持を得る一方で、1999年には、パンナ向き爆破事件の容疑者のハーグ国際法廷への引き渡しに応じ、2003年8月、リビアの国家としての事件への関与は否定しつつも、リビア人公務員が起こした事件の責任を負うとして、総額27億ドルの保証に合意した。 カッザーフィーは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件に際してアラブ諸国の中でアルカーアイダに対する激しい非難を表明した指導者の一人であり世界的なテロ批判の風潮に乗りリビア国内のイスラーム過激派組織リビアイスラーム戦闘団と戦ったさらにはイラク戦争の後 ジョージ・ W ・ブッシュ政権率いるアメリカなど、西側諸国によって新たな攻撃対象にされるのを恐れてか、2003年末には、核放棄を宣伝し、査察団の受け入れを行った。アメリカなどはこれらの対応を評価しそれまで言っていた、経済制裁などを解除し、テロ国家指定から外す措置を取った。そして2006年5月15日にリビアとアメリカの、 国交正常化が発表された。リビア政府はパンナム起爆破事件などの遺族保証として15億ドルを米政府に支払った。一方の米側も一連のテロの報復として米軍機がリビアを空爆した際の民間被害に対し3億ドルの支払いに応じていた。2008年10月にはアメリカ人犠牲者への保証金の支払いが完了し、 国交を完全に正常化。2009年7月のラクイラサミットでは、夕食会の記念撮影の際に、バラク・オバマ米大統領と握手を交わし、国交正常化を印象付けた。なお、オバマ大統領についてカッザーフィーは、リビア国内での演説で、オバマは、イスラム教徒であるとの誤った認識を語ったことがある。こうした態度の変化には、 カッザーフィーの政治的関心が各国間の対立が激しくて進展を見せない反アラブ主義から欧米との利害対立が比較的少ないと言われている反アフリカ主義に移行しつつあるのではと指摘する意見がある。事実2000年に東湖で開かれたアフリカ統一機構首脳会議に長年同機構とは疎遠であったカッザーフィーが出席して 地域統合の必要性を唱え、2002年のアフリカ統一機構からアフリカ連合への改組では、リビアは主導的な役割を果たした国の一つだった。2009年9月に、リビア革命40周年記念式典が行われ、リビアゲニューの主要輸出先であるイタリアのベルルスコーニ首相が植民地支配の謝罪、賠償合意に訪問し、式典には、 ベネズエラのチャベス大統領、スーダンのバシール大統領、ジンバブエのムガベ大統領、カタールのハマド首長、フィリピンのアロヨ大統領、イラクのハーシミー・イフク大統領らが姿を見せ、最高指導者のカッザーフィーと笑顔で握手するなどした。リビアの国営通信社によると、約50カ国から首脳や閣僚らが参列したが、西側諸国は参加せず多くは、 アフリカや中東諸国だった。2009年国連総会での演説態度を軟化させたとはいえその得意な言動と絶賛は衰えを見せず2009年9月23日に初めて出席した国連総会ではニューヨーク郊外のニュージャージー州に遊牧民族の伝統に乗っ取りテントを張りそこを宿にした。また一般演説の席上国連アンポリを テロ理事会と批判。国連安保理常任理事国にのみ与えられている拒否権を国連憲章の全文で歌われている加盟国の平等に反するものと批判し、演壇から国連憲章を投げ捨てて見せ大国による体制を批判したほか、ターリバーンが作りたかったのは宗教国家だったのだ。だったらバチカンのように作らせてやればいい。 バチカンが我々にとって危険な存在だろうかと発言。さらに、オバマがずっと失権していればいい。オバマは、アフリカの息子であり私の息子でもある、ケネディ元大統領が暗殺されたのはイスラエルに、査察団を送り込んだため、調査した方がいい。ブタインフルエンザはワクチンを売るために、人工的に作られたもの、ワクチンは無料で提供しなければならないなどと発言した。 カッザーフィーの演説は規定の時間である15分を上回る1時間36分の長時間にわたった。この演説に対してオバマ大統領、ヒラリー・クリントン国務長官などは初めから退席。イラン大統領のマフムード・アフマディ・ネージャードの途中で退席。やつぎばやに言葉が飛び出す長時間の演説に国連のアラビア語の同時通訳師が疲れきり。 途中で交代する場面も見られた。なお、この際に国連憲章を投げ捨てた行為は2年後に同じ国連総会の場で自らの政権を打倒したリビア国民評議会のマフムードジェブリール執行委員会委員長によって批判されることになる。政権崩壊隣国チュニジアのジャスミン革命の影響を受け2011年2月 カッザーフィーの退陣を求める欧州の影響を受けた大規模な反政府デモが発生。国民に対して抵抗戦を呼びかけたが欧米を中心とした軍事介入と欧州に援助された旧王党派などの反カッザーフィー派の放棄を招き、2011年8月24日までにカッザーフィーは自身の居住区から撤退。反政府勢力により首都全土が制圧され、 政権は事実上崩壊した。内戦が展開する中、2月26日に国連アンポリは全会一致で国際連合安全保障理事会決議1970を採択。6月27日に国連アンポリから付託を受けた国際刑事裁判所は人道に対する罪を犯した疑いでカッザーフィーに逮捕状を請求し、9月9日に 主任検察官から要請を受けた国際刑事警察機構は身柄拘束のための国際手配を行った。殺害8月に事実上政権が崩壊した後も抗戦を続けたカッザーフィーだったが9月21日には評議会軍が南部サブハを制圧、さらに10月17日にバニワリドを制圧し、 2011年10月20日、リビア国民評議会は、旧政権派の最後の拠点であった、スルト周辺で、カッザーフィーが死亡したと発表した。死亡の経緯については、陥落したスルトから、複数の護衛車両と共に脱出を試みたところを、を NATO 軍による航空攻撃を受け、破壊された車両から、近郊の下水排水口に逃げ込んだところを、をハンカダフィ派部隊に、 拘束されその場でで死亡したという点では国民評議会、NATO をはじめとする関係勢力、各国報道機関などで、概ね一致している。しかしこのような結果になった経緯については大きく、異なる見解が出されている。リビア国民評議会は、カッザーフィをベンガジなどの主要都市に移送する予定であったが、途中で、旧政府軍との戦闘が発生し、 その銃撃戦に巻き込まれて死亡したと公式見解を発表した。だが、複数の消息筋は、旧政府軍との戦闘はなく、カッザーフィーに対する死刑として民兵が射殺したと報道された。また、殺害直後の現場を撮影した映像が流出し、そこでは、カッザーフィーの血まみれの死体を取り囲んで歓声を上げる民兵の集団が映されている。 またさらに死体を反乱にして地面に投げ出す、殴る蹴るなどの暴行を加えるなどの非倫理的行為が行われている。アルジャジーラなどの報道機関がこの事実を報道するとカッザーフィーの死亡経緯についての国民評議会の見解に大きな疑問が投げかけられた。国際法において戦時捕虜の処刑は不法行為であり、本来であればカッザーフィーに対する処分は 公の裁判を経て決める必要があり、またカッザーフィーにはその権利が基本的人権として認められていた。もし意図的に捕虜にしたカッザーフィーを処刑したのであれば、国際法違反となり、国際社会からの批判は避けられない。国連はリビア国民評議会にカッザーフィー死亡の経緯について追加調査と説明を行う義務があると勧告した。アムネスティ・インターナショナルは、 新政権は虐待の文化と決別しなければならないとして復讐を名目とした戦争犯罪はカッツアーフィー政権への反乱の正当性を失わせると指摘した。ナトー軍は自軍の攻撃がカッツアーフィーの拘束、殺害双方において決定だとなったのではないかとの報道について載っているのは知らなかった。 個人は標的にしていないと戦争犯罪に加担した可能性について釈明に追われた21日インターネットに殺害時の映像を掲載したハンカザーフィー派兵士は自分が殺害したとした上で殺害の理由についてはベンガジカミスラタのいずれに連行するかで議論になり自軍の拠点に連行できる見通しがなくなったために その場で処刑したと述べたと報道されている。この説の場合、民兵官の口論に巻き込まれる形で処刑されたことになる。またこの兵士はカッザーフィーが捕らえられたのは下水排水口ではなく路上であり、ナトウ軍の射列攻撃は無関係であると主張している。他に同じくカッザーフィー殺害を主張する少年兵士が存在しており、 カッザーフィーが所持していた金色の拳銃を奪って射殺したという。22日、カッザーフィーの遺体は、リビア西部のミスラタに運ばれ、埋葬方法や時期についての議論がまとまるまでに、遺体の腐敗を防ぐため、ミスラタにある、ショッピングセンターの大型冷蔵室に遺体を保管する、ことが決定した。同日中に生存説などを払拭するために、 遺体の一般公開が行われ、カッザーフィーの遺体を一目見ようと数百人が行列を作ったという。遺族関係者などは、カッザーフィーの故郷で死亡地点でもあるスルトへの埋葬を求めていたが、国民評議会は最終的にこれを拒否し、10月25日の未明に砂漠の中の秘密の場所にカッザーフィーの遺体を埋葬したと発表した。遺体を埋葬した場所が、 カッザーフィーの支持者によって聖地にされることを防ぐため国民評議会は遺体の埋葬場所を公表しないとしている。カッザーフィーの死の方を聞いたリビア国民が歓喜している写真や映像が全世界に配信され改めて独裁政治の抑圧の凄まじさを死して名を見せつける結末となった。さらに1984年に当時30歳の男性が 反体制テロリストの権威をかけられて、ベンガジのバスケットボール場で、多数の児童たちを立ち会わせた見せ物裁判にかけられ、コート内で、公主刑に処せられるまでの一部始終を撮影した、ベータマックステープが、ヒューマンライツウォッチの関係者により発掘された。この映像は、デジタル化した上で公開された。この処刑は、カッザーフィー政権発の公開処刑とされ、映像は、 リビア国営テレビで、リビア全土に中継されていた。エジプトのガマール・アブドゥル・ナーセル大統領に、浸水しており、クーデターで政権を握った翌年に初めて、エジプトを訪問、ナーセルと会談している。が、直後にナーセルは休止、その後、エジプトとリビアは20年にわたって、友好、敵対の関係を繰り返すことになった。当時、 反アラブ主義を唱えていたカッザーフィーは、1973年、エジプトを訪問し、サーダート大統領に対し、エジプトとリビアの合併を必要に迫り、サーダートが合併に合意するまで帰国しないと主張し、エジプト側を大いに困らせたことがある。1977年にエジプトとイスラエルが和解するやカッザーフィーは、PLO、イラク。 シリアと共に反エジプトの急戦法に立ち、国交を断絶し、エジプトをアラブ連盟から追放した。そして、エジプトと同じだった国旗を一夜にして、緑一式に変更した。その後もカッザーフィーは、サーダート政権の打倒を繰り返し呼びかけ、1981年、実際にサーダートが暗殺されると、 トリポリ放送を通じ、いかなる暴君にも必ず終わりがある。自由の戦士たちを、おめでとうと祝福の声明を出した。後継のホスニー・ムバーラク政権に対しても、敵意をむき出しにし、1985年にはスーダンで、クーデターが起きた際に、エジプト国民も、ムバーラク政権も打倒せよと呼びかけも反発を買った。1989年5月に開催された。 アラブ首脳会議では、エジプトの20年ぶりの連盟復帰が議題にされることになっていた。これにカザーフィーは強く抗議し、国営ジャマヒリア通信を通じ、エジプトが復帰するなら、絶対に会議に参加しない。いかなる理由があろうと、絶対に認めないと強硬姿勢を示していた。が、突然方針を変更。 会議に参加し、エジプトの復帰が決まるとムバーラクに急接近し、翌年には17年ぶりにエジプトを訪問し国交を回復、後年まで友好関係は続いていた。1998年にカッザーフィーが骨折して入院した際にはムバーラクが病院にへみまった。1974年、イラン皇帝モハンマドレザーパフラビーの支配体制だと呼びかけ。 皇帝と激しい対立関係に陥った。1979年、イラン革命が起きると関係を修復し、翌年勃発した、イラン・イラク戦争でもアラブ諸国の中でも珍しく、シリアと共に、イランを支持、支援した。その後もロッコのハッサン国王やチュニジアのハビーブ、ブルギーバに対しても敵対発言をしたかと思えば、和解を繰り返すなどしている。 サウジアラビア国王のアブドゥッラービン・アブドゥル・アズイーズともアラブ首脳会議で罵り合って退席したりと対立が続いていたが後にカタール国王のハマドビン・ハリーファ・アル・サーニーの仲介で和解している。1982年イスラエル軍のレバノン侵攻で PLO 議長のヤーセル・アラファートの動向に世界中の注目が集まる中アラファートが未だ独身なのは 彼が炎だからだと突然発言。この発言は、アラファートからは相手にされなかったものの、1992年4月に、アラファートの乗った飛行機が、リビアの砂漠で不時着した際は議長を救助し真っ先に病院に見舞った。この当時、リビアは、パンナ向き爆破事件の容疑者引き渡し問題で、国連制裁を受ける瀬戸際にあった。アラファートは、私は、 我が友人、カッザーフィーの側に立たねばならないとリビアを擁護。カッザーフィーとアラファーとの関係は決して悪いものではなかった。1990年、湾岸危機が起きた際には、イラクとクウェートの和解を目指して、提案を行ったが失敗している。1991年10月に、パレスチナ問題の解決を目指し、マドリードで開かれた中東和平会議の際には、 我々がヒトラーの尻拭いをする必要はないとイスラエルとの和平交渉を厳しく批判した。翌年オスロ合意にも反発し1995年からはリビアから一切のパレスチナ人を追放した。そしてイスラエルとパレスチナが一つの国家、イスラティナを樹立すべきだと提案したが相手にされず、その後もアラブ首脳会議でイスラティナ構想を提唱しているが、 パレスチナのマフムード・アッバース議長からは、苦笑いされるだけで終わっている。1995年、イスラエル首相のイツハク・ラビンが暗殺された際には、国営ジャマヒリア通信を通じ、彼の手は虐殺された、パレスチナ人の血で染まっていると歓迎声明を出した。1999年、ヨルダン国王のフセイニッセイが死去した際、ヨルダン王政の打倒を呼びかけた。 しかしその後、後継のアブドゥッラー2世とは関係は悪くなかった。ようで、リビア革命40年記念式典にもアブドゥッラーは、招待されて出席している。2006年12月、イラクのサッダーム・フセインが処刑されると、彼は殉教者になったとしてリビアは3日間後に服した。1979年に、副大統領だったサッダームとカッザーフィーは、バグダードで会談している。 ただ、カッザーフィーは1992年に国連制裁を受けた際に同じく制裁を受けていたイラクのサッダーアーム政権に友好協力を呼びかける所簡を送ったことがあるものの同じアラブの反米指導者とはいえそれほど親しい間柄にあったわけでもなかった。2009年11月 FIFA ワールドカップアフリカ予選試合でエジプトとアルジェリアが険悪な関係となる中で アラブ連盟のムルサジム局長がカッザーフィーンに仲介を要請、カッザーフィーンはこれを受諾した。1974年、ソビエト連邦を初めて友好親善訪問。軍事的な同盟関係にあるにもかかわらず、レオニード・ブレジネフとの会談で、ソ連の対外政策を厳しく批判、ソ連指導部の表情を曇らせた。1980年代には、反米姿勢を強めて、 ワルシャワ条約機構に参加すると表明してソ連、指導部を驚かせた。1984年に、地中海のクレタ島で、フランス大統領のフランソワ・ミッテランと会談。フランス大統領との会談は1973年に、彷彿して、以来11年ぶりだった。その後2007年に、ニコラ・サルコジがリビアを訪問するまで、フランス大統領とは、 会談をする機会がなかった。同年カッザーフィーがフランスを34年ぶりに訪問した際にはルーブル美術館訪問のために交通をすべてストップし、サルコジとの会談ではサルコジが会談後の記者会見で大佐に人権改善を要請したと話したものの、カッザーフィーはそのような話はなかったと発言するなど大いに話題を撒いた。フランスの司法当局は サルコジが2007年の大統領選挙で勝利した際にカッザーフィー側から5000万ユーロに及ぶ違法な資金援助を受けた疑いがあるとして退任後の2018年に汚職などの容疑で訴追した。1976年ニューズウィーク氏が CIA がアラブ各国と共にいかなる手段を使ってでもカッザーフィー議長を打倒することで合意したと報道。 この頃からアメリカは強硬派かザーフィーを警戒していた。1986年4月にアメリカ軍の空爆を受けた際はベトナム戦争のビデオを見ていたと当時語っている。なおこの空爆では毎発で爆撃を逃れたとされる。後1989年になって当時のマルタ政府が空爆情報を事前にリビア側に伝えていたとされたが、後に イタリア政府も事前に伝えていたことが明らかになった。この空爆ではしばらく公の場に姿を見せず死亡説も流れたが、数日後、国営テレビでアメリカを厳しく避難する演説を行い健在を誇示した。この演説はアフリカの地図をバックに海軍の軍服姿で言った。カッザーフィーは陸軍軍人だがこの時なぜ海軍の軍服姿だったかは不明。 翌1987年、シリア大統領のハーフィズアル・アサドと会談した際に、アメリカを激しく非難、再び米、リビア関係が緊迫した。2004年6月、アメリカ合衆国、第40代大統領のロナルド・レーガンが死去した際には、国営通信を通じ、レーガンが86年に行った。 リビアの子供らに対する醜悪な犯罪について裁判で釈明せずに死去したことを非常に有料するとの声明を出した。1992年8月31日、クーデターでの政権掌握23周年を記念してテレビ演説し、アメリカの民主党はユダヤ人の支持する大きな組織だとして共和党への支持を表明。これまでのリビアの外交政策を転換して、 欧米諸国との関係改善に意欲を示し、注目された。2008年12月、カッザーフィーの逸ツが、スイスで、婦女暴行容疑で一時拘束される事件が発生。後に息子は釈放されたもののカッザーフィーは激怒し、スイスへの石油供給を停止する報復措置を取った上、リビア滞在中のスイス人、ビジネスマン2人を拘束した。 スイス政府は、リビアとの交渉の末、ハンスルドルフ・メルツ連邦大統領がリビアを訪問して、カッザーフィーに事実上謝罪した。しかし当初これで、ビジネスマン二人は解放され、大統領と共に帰国すると見られていたが結局、解放されず、スイス国内では、大統領批判が起きた。リビアは拘束された、スイス人を裁判にかける動きに出た。またカッザーフィーは、 スイスを分割してしまうよう国連に提案するなどした。スイス大統領は9月の国連総会の際にカッザーフィーと会談して早期釈放を働きかけたがカッザーフィーは私の息子は侮辱を受けたと述べ解放を確約しなかった。スイス人二人は右与曲折の末2009年11月9日にようやく解放されスイス大使館に保護された。 しかしその後、リビアは二人を裁判にかけた。これで、問題は収束するかと思いきや、今度はスイスが一部のリビア人の入国を禁止する、措置を取り、これに反発したリビアが、スイス人を含む欧州人の入国を禁止すると発表するなど、外交報復合戦に発展している。その後、EU 各国の仲介努力がなされ、 リビアはスイス大使館が保護している無罪だった一人の国外退去は認め、チュニジアに出国させたが有罪だった。もう一人の身柄引き渡しを求めてスイス大使館を武装警察隊が包囲する事態に発展。スイスは国際外交法に違反する行為だと非難した。しかしこのスイス人は自ら禁庫刑に服すると表明し、スイス大使館を出たところ、 リビア警察に手錠をかけられ、刑務所に連行されていった。カッザーフィーは演説で、イスラム教のモスクを破壊する異教徒の国だ、として、スイスに対する聖戦を呼びかけた。さらにリビアは、スイス製品の輸入を全面禁止するなど報復がエスカレートしている。このカッザーフィーの聖戦の呼びかけについて2010年2月に、 アメリカ合衆国のクローリー国務次官補が記者会見で2009年でのカッザーフィーの国連演説での振る舞いを引き合いに私の記憶ではたくさんの言葉とたくさんの紙が飛び交ったがあまり筋が通っていなかったなどと発言したリビア側がこの発言に反発し公式謝罪がなければトリポリのアメリカ企業に対して何らかの措置に出る可能性があると警告した 米、リビア間の外交問題に発展しかねない情勢となったため、同時官補は急遽中米リビア大使と会談するなど、事態の沈静化に動き出し、大差を中傷する意図はなかった。発言は、米国の政策を反映したものではなく、私の発言が二国間関係のさらなる発展を妨げる障害になったことを遺憾に思うと釈明し、事実上謝罪した。また、 これを受けて、リビアと米国の関係を話し合うために、フェルトマン国務次官補が2010年3月に、リビアを訪問した。2009年6月、イタリアを初訪問。黒い陸軍軍服姿で空港に降り立った、カッザーフィーは、イタリアが我々に謝罪したため、私はここに来たと語り、胸にはかつて、イタリア軍に、公主刑にされた反植民地闘争の英雄。 オマルムフタールの写真をつけていた。友好訪問でこのようなことを行う首脳は、異例であり、国際常識では考えられないことである。訪問中、ローマ大学での講演には2時間近く遅れ、関係者らを激怒させた挙句、会員議長のジャンフランコフィーニとも会談予定だったが、予定の時間から2時間経っても現れず、議長は、 遅刻の理由の説明もないままだと会談をキャンセル、その後に予定されていた国会議員らとの会合も取り留めになるなど、わがままぶりを発揮した。このような遅刻や突然の会談キャンセルは、リビア国内でも日常茶飯事である。女性団体での会合では、アラブでは女性がこれまで家具のように扱われてきたと述べ、アラブ諸国での女性の地位。 権利向上に理解を示した。1996年、リビアを友好訪問したトルコの首相に対し、トルコがイスラエルやアメリカと友好関係にあることなどを厳しく非難した。1973年7月のドバイ日航機ハイジャック事件では、自国のベンガジにあるベニナ空港にハイジャック機が降り、現地で犯人グループの混成は投稿 人質を解放した。この時カッザーフィンは投降した犯人グループが第三国に出国することを黙認していた。カッザーフィンは日本のラブホテルで使用しているのと同じ回転ベッドを日本より輸入し使用していた。この事実は1986年トリポリの住居をレーガン政権下のアメリカ軍機に爆撃されアメリカ政府の非人道性を訴えるため各国の 報道陣に爆撃現場を公開した時に発覚した。阪神・淡路大震災が発生した際には、経済力で悪魔に奉仕してきた日本人に、天罰額だったと、国営ジャマーヒリーヤ通信を通じて、声明を出した。日本の外務省から、国際常識に戻る発言だとして、直ちに抗議に遭う。しかし近年では、アフリカ支援の見返りとして、 石油利権の優先権を与える用意があるとし、さらに日本と深い関係にある欧米に対する態度が軟化したことで今後リビアと日本の関係は進展していくと思われていた。公式サイトで使用されているカッザーフィーの背後に世界地図が描かれている画像には日本列島がない。2009年11月には当時日本リビア友好協会会長だった。 小池由里子と会談した。この時、小池からは、見上げとして、ウィーが贈られた。2009年12月15日、明治大学軍宿平和研究所が主催する、衛星回線を使った、対話集会に参加、講演を行った後、大学生らの質問に答えた。日本について、私はこれまで、日本人を困らせたくないので、 話すことを避けてきた欧米諸国と違い日本はアフリカ大陸で植民地政策や侵略行為をしなかった国連で日本は米国に追随してばかりもっと自由な意志を持たないといけない広島と長崎に原爆を落とした米国の駐留を認めているのは悲しいことだあなたたちの祖父などを殺した国となぜ仲良くなれるのか日本は アジアの近隣諸国との友好、信頼関係を重視すべきだなどと語った。また、オバマ米大統領について、イラク戦争の幕引きに乗り出したことなどを念頭に、前大統領の政策を継承する大統領ではない、と指摘し、アフガニスタンへの米軍増派についても、そう撤退する前に兵力を増強して、威力を示すのは、軍事戦略上の常識だと発言した。一方、 中国やインドについては、移民して、アフリカの人々を追い出そうとしていると語ったが、石油を守ると言って、軍隊を送り込む欧米と比べれば、悪くないと述べるなど、弁舌は健在だった。2003年11月、韓国の仏教人権委員会はカッザーフィーを、反独裁、民族解放運動を支援し、民主主義と自由。 平等のために戦う闘争家と称え、外部勢力に対抗して、自由と平等、正義という大義を守るために行った先駆者としての役割を高く評価し、仏教人検証を授与した。1997年、国連制裁で飛行が禁止されているにもかかわらず、クーデター後のニジェールを訪問し、熱狂的歓迎を受けた。 2009年2月、アフリカウガンダの地元大衆市が、同国の部族王国の交代号とカッザーフィーが、不倫関係にあると報道。怒った中ウガンダリビア大使が、裁判所とウガンダメディア委員会に起訴した。委員会は10月、同市に対し、5万ドルの損害賠償と謝罪文の掲載を命じた。2010年3月中旬、宗教対立が続く。 ナイジェリア情勢に関連してカッザーフィーはナイジェリアが北部のイスラム、南部のキリスト領教徒を中心とした2国家に分かれればよいと発言した。これにナイジェリアが猛反発し中リビア大使を召喚した。それにもかかわらずその後もカッザーフィーはナイジェリアは旧ユーゴスラビアのようになるのがふさわしいと声明を発表した。 外遊の際などには必ずと言っていいほど自国大使館の庭にテントを張ってやえ、そこで首脳会談を行ったりする。これは自分がベドウィン出身であることを強調するためであるとされる。また若い女性兵士をボディーガードとして引き連れて行動する。この女性たちは西側メディアからはカダフィガールズと呼ばれた。1989年9月。 ベオグラードで開かれた非同盟諸国首脳会議に出席。会場外にテントを張り、ラクダを空輸して話題をさらった。この際、テントの中で日本をはじめ外国メディアとの会見に応じ、当時世界を席巻していたソビエト連邦のペレストロイカについて私は支持している。しかし我々の方が先に緑の書で革命を行っていると語った。また、 レバノンでの欧米人人質は解放されるべきだ、とも語った。首脳会議での演説では、イスラエルをアラスカに移してしまえと発言した。1990年、国際会議で、イスラエルにミサイルを撃ち込むべきだと発言したが、イスラエルはいつものカッザーフィー発言だとして、相手にしなかった。2009年11月、国連サミットにおいて、 発展途上国の貧困へのアピールとして、総長以下、各国国家代表も参加した、断食のパフォーマンスを尻目に、五百人のイタリア美女を集めたパーティーを催し、その健在ぶりを誇示した。二0 1年三月に、シルトでアラブ連盟首脳会議を開催、開催国としてアラブ各国首脳を出迎えたが、カッザーフィーへの個人的わだかまりなどから加盟22、 各国、気候のうち出席した首脳は10カ国余りにとどまった。前日の外相会議では、イラクの外相が、カッザーフィーが以前に、キューバーストのメンバーらと会談したことを非難、抗議して退場する一幕もあった。2010年6月12日、ワールドカップ開催中、リビア国内での演説で、国際サッカー連盟について、選手の人身売買を行っている。 国際的なマフィアだと批判した。貧しい国から選手を金で買い、練習をさせて、金持ちの国に売っていると主張し貧しい小国も、ワールドカップの開催地となる権利があると強調。フィファは、人身売買で儲けた金で、貧しい国での W 杯開催を手助けすべきだと、述べた。ちなみにリビアはこの年のワールドカップでは、予選で敗退し、 本大会には出場していない。2011年2月、騒乱状態のリビアにて、中華人民共和国の天安河門事件では、戦車によって人々が蹂躙されて、中国の統一が保たれた。国家の統一のためなら、どんなこともすると述べ、反体制派に対する虐殺などの弾圧を正当化した。これに対し、中華人民共和国外交部は困惑するも、 リビアができるだけ早く社会の安定と、正常な秩序を回復するよう強よく希望するとして、カダフィの発言については批判しなかった。なお、当時の中国は、首都トリポリとカザーフィの故郷するとを結ぶ鉄道の建設などリビアで複数の権益を抱えており、内戦を受けて、軍艦や輸送機などを派遣して、中国人労働者3万人をリビアから退避させた。 中国国内ではアラブの春に影響された中国ジャスミン革命も起きており中国政府はカッツアーフィー政権への武器提供疑惑が取り沙汰されていた1978年8月31日レバノンのイスラーム教師やハウラマームーサーイコールサドルがリビア訪問中に行方不明になったリビア側は一貫してどうらは ローマに向け出国したと説明してきたが、イタリアに入国記録はなく、レバノン司法当局は、リビア政権が関与し誘拐、殺害した可能性が高いとして2008年8月27日、誘拐調査などの容疑で、カッザーフィーラリビア人、計8人の逮捕状を取った。1980年5月、 国外に逃れた反体制派リビア人に対した立ちに帰国するよう命令を出し、帰国しない場合は命は保証しないと恐怖の通告を行った。その後実際に欧州各地で亡命リビア人が何者かに殺害される事件が相次いだ。この事件についてナンバー2のジャルード少佐は当時我が国では深淵なる革命が起きているのだ。 革命勇士たちが行っていることだと語っていた。1988年には、テロ支援をやめると宣言を出す。アラブの暴れん坊から、地中海の紳士へ変貌かとも言われたが当時世界からは全く相手にされなかった。1992年4月、パンナムキ爆破事件の容疑者引き渡し問題で、国際連合がリビアに制裁を課した。この時カッザーフィーは、 制裁が発動されれば、リビア国内のすべての油税に火を放つなどと発言していたが、実行はしなかった。また過去に何度か、もうアラブ連盟を脱退するなどの発言を行ってきたが、実行に移したことはなかった。アラブの指導者の中では珍しく、長い間、ヒゲを蓄えない人物であったが、2000年あたりから、口や顎に武将ヒゲを生やし始めていた。 髪は長髪に伸ばし、軍帽の脇から髪が振り出している肖像が公開されている。1970から80年代までは陸軍軍服姿や質素なベスト姿が多かったカッザーフィーだが、1990年あたりから様々な民族衣装や独特の服装を好んで着るようになっていた。ある時は白や黒の陸軍士官制服姿だったり、ベレー帽に、 野戦戦闘服姿だったり、アフリカの過去の著名な指導者の姿がプリントされた、サファリルックだったりした。スーツの場合は純白のものを好んで着ることが多く、ネクタイはほとんどしなかった。民族衣装は茶色、紫色、紺色、紺色シンク色、青色など様々な色彩のものを着て登場した。またサングラスを着用していることが多かった。カッザーフィーは、 指導者が豊かさを享受するのは国民の後で良いという理由から住居は弊社を使用していると公言していた。しかしこれはあくまで公においてのことであり、実際は暗殺を回避するため、1970年代からバーブ・アルアズ・イ・スイーヤと呼ばれる対空機関砲を備えた重装備の要塞のような場所に居住、執務していたとされる。 1986年4月にアメリカ軍に空爆された際は、このバーブ・アルアジーズから掘られた地下トンネルで脱出したことが1990年に明らかになっている。また車で国内移動の際も豪華なベンツ島に自身が乗っていると予想いつつ、後続の護衛者に乗っている場合が多かった。これも暗殺を防ぐためだったと考えられる。 また海外での国際会議に出席する際には、現地のホテルなどを使用せず、軍事用テントを設営して宿泊していた。また、複数の豪邸、専用ヨットなど贅沢三昧な私生活を送っていたことは、国民の間にも知られていた。アメリカに敵対しながら、アメリカの有名な女性歌手を借り切った豪華客船に、招き家族で私的なコンサートを楽しむなど、 独裁者として、日々の共演を満喫していたが、この女性歌手は後に出演料を返却した1986年、米軍の爆撃により破壊された首都トリポリの自宅を、世界のマスメディアに向け自ら公開。その際に、日本のラブホテルで使用されるような、回転ベッドの愛用が、明らかになり、国際社会の失笑を買った。また公的な資金も、 カッザーフィーの思うがままに使用された。サッカー好きの息子、サーディーを自ら所有する、クラーリ SC の選手とし、さらに、リビア代表選手に仕立て上げただけでなく、イタリアの名門サッカークラブユベントス FC の株を、国営公社に買い取らせ、役員に就任させている。その他にもセリエ A に、多額の資金援助を行い、 ペルージャカルチョ等の有名クラブに所属させたが、明らかに力量不足であり、通算2試合だけしか出場できなかった。世界有数の強豪であるサッカーアルゼンチン代表を、これまた高額なギャラでリビアに招き親善試合をしたこともある。反乱軍によるリビア制圧後には、豪奢な邸宅と完全カスタムされた。 フィアット 500EV 等の高価な資材が発見された。その他海外に天文学的な金額の隠し財産があることも判明し、いかにして現在のリビア政府に戻すべきか検討もされている。2016年になってカッツ・アーフィー政権時代のリビアがタックスヘイブンを隠れみのにする形で核兵器開発に向けての取引を実施していたことが明らかになった。 告発サイトであるウィキリー e a は、カッザーフィーは、建物の2階より、上階には滞在できないこと、長時間の航空機による移動や、会場の飛行を嫌うなど、高所恐怖症である、可能性を指摘した。7男一女で、長男のムハンマドは、カッザーフィーと第一夫人との愛の子で、リビアオリンピック委員会委員長であった。次男の財布あるいコールイスラームは、 1972年生まれで2011年までカッザーフィー開発基金総裁を務め2005年4月には愛知万博視察のために来日しているその際に日本の TBS テレビのインタビューを受けたことがあるまた愛知万博においてリビアをフレンドシップ国として交流していた田原氏も訪れ渡辺火山の絵を寄贈している2006年には 国際事前基金総裁として、フィリピンのイスラム武装組織、アブ・サヤフに誘拐された人質の解放に一役買った。2009年に、パンナムキ爆破事件のメグラヒ懲役衆が、末期癌を理由に、スコットランドの拘置所から釈放された問題では、釈放に向け積極的に動き、メグラヒと一緒に飛行機に乗りトリポリの空港に降り立った。近年、 父親の政治を批判したり、国内の民主化が必要だとする発言を行うなどして注目された。2009年10月6日に、父カズザーフィーが、財布悪いコールイスラームには、彼に役割を果たさせる地位が必要だと発言し、急遽設けられた、人民社会指導部総合調整官という職に就任した。後継者としての立場を強めたのではないかとも言われた。 人民社会指導部は、全人民会議、全人民委員会に助言を行う機関とされるが、実態は不明。2010年6月、ロシアの首都モスクワで、自身の描いた絵画の個展を開き、注目された。2011年2月の、反政府デモに対してはテレビで、武力弾圧を肯定する演説を行った。8月22日までに産卵サーディーと共に、 ハンカザーフィー勢力に身柄を拘束されたと報道されたが、その日の夜に報道陣前に無事な姿を見せ抵抗継続を訴えている。その後行方がわからなくなったが、11月19日にリビア南部で身柄を拘束された。その後裁判にかけられ、2015年には銃殺刑が言い渡されたが、2017年6月に恩赦により釈放。 2018年12月に予定されていた大統領選挙への出馬を表明したものの選挙は延期され続けており、2020年2月現在も実施されていない。三男のアイコールサーは元プロサッカー選手。リビアの旧宗主国でもあるイタリアのサッカークラブ、ペルージャに入団したことは大きな話題となった。2002年に一巻、ワールドカップを見に、 日本に入国したことがあるが、成田空港で彼のボディガードが拳銃を所持していたために足止めを食らったことがある。彼はリビア軍の司令官の娘と結婚、選手引退後はリビアサッカー協会会長を務めていた。1996年にトリポリでサッカーの試合中に観客が暴動を起こし、通りに繰り出してハンカザーフィーを叫んだ事件では、 サッカーの審判団が、イコールサーがオーナーを務める、サッカークラブに有利な判定を連発したことが原因とされている。4男のハーン・ニー・バールは、海運会社を経営するビジネスマンだが、欧州での合流で知られ、パリでスピード違反事件を起こしてしまったり、スイスで婦女暴行事件を起こしたとして拘束されてしまったり、数々のトラブルを起こしている。 2009年12月22日にはスイスでの暴行事件を報じた際に自分の顔写真を掲載したとしてスイスの新聞トリビューンドジュネーブに名誉毀損での損害賠償を求める訴えを起こした。また同25日にはイギリスの高級ホテルにボディーガードらと宿泊していたが部屋から女性の悲鳴が聞こえたためにホテル側が警察に通報し 警察が到着すると、ハーン・ニー・バールの妻が顔から血だらけになっていたなどの騒ぎを起こしている。なお、妻は2011年リビア内戦の際に、レバノンへ亡命を図ろうとしたものの、拒否されている。イツオのアルムアタ・シムビラーフは、リビア陸軍将位で、過去、父親に反乱を企てたこともある。が、後に父親はそれを許し、2009年には、 国家安全保障顧問という地位にあった。2009年、リビアと米国の今後の関係について、ヒラリー・クリントン米国務長官と会談を行い、父親の有力後継者として注目された。2011年10月20日、父親と共に死亡した。ツオは、サイフ・アル・アラブ。ドイツに留学経験のある学生とされるが、2011年4月30日、夜、 ナトー軍の空爆で29歳で死亡したと、リビア政府から発表された。政権運営にはほとんど関わっていなかったとされている。7男のハミースは、トリポリの軍学校で、軍事学と科学の学士を取得後、モスクワに留学しフルンゼ軍事学院と、ロシア連邦軍士官学校を卒業。2010年には、マドリードの IE ビジネススクールで、修士を取得した。 2011年リビア内戦では、リビア軍で最も重要とされる、第32特殊連隊の司令官に就任した。8月29日に死亡したとの発表が10月にあった。長女のアイシャは、弁護士で、イラク元大統領サッダーム・フセインの弁護団に、加わると報道され、注目を浴びた。アイシャは2006年に、父親、カッザーフィーのいとこと結婚した。 2009年7月に国連開発計画の親善大使に任命されていたが2011年の内戦でリビア政府による市民への武力行使に対する措置としてその役を解任された。また内戦を避けマルタへ亡命を図ろうとしたものの拒否されている。特定の部隊を率いているわけではないがリビア軍将校の肩書きがあり階級は陸軍中将である。 幼女の花は、1986年のアメリカ軍のリビア爆撃で死亡したとされ、2006年には爆撃20周年、花死亡20年の追悼行事が開催されたが、2011年、リビア内戦によるトリポリ陥落後、実は生存しており、医師としてトリポリの病院に勤務していたとの報道もなされた。老いのムハンマドムフタール・ラシュタルは、2007年より、 ニカラグア大統領のダニエル・オルテガの個人秘書や外交顧問を務めていた。ありがとうございます。